許可をいただきましたので、そちらの中を見せていただきます。こちらになります。仮設住宅には 1DK、2DK、3K とありますけれども、こちらは単身の 1DK。 こうして寿司のコストダウンを実現した寿司ロボットくん。新潟県の柏崎刈羽原発に24時間体制で